どうも、もったいないん代表の吉原です。本日2回目となります、越後についてご説明したいと思います。越後の買い取りの基準としてですね、いくつか、ポイントがございます。まず、越後の、高さ幅、これがあまりにも大きすぎますと、需要があまりありませんので、そういった場合、スクラップの値段となってしまいます。ですが、需要のあるサイズであれば、高価な買い取りと、なりますので、ぜひ、ご興味があれば当社の方へお持ちしていただければなと思います。もったいないんではインターネット販売も行っております。販売商品一覧には、他にはない、中古足場資材、もしくは中古資材、エッチ鋼などの建材、こういったものを新品ではなく、新品の半値以下の値段で中古販売を行っておりますので、ぜひご興味があれば、当社のホームページをご覧ください。よろしくお願いいたします。